タブーはアメリカ合衆国のヒップホップグループ、ブラック、アイドピーズのメンバー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。タブー両親はメキシコ人とネイティブアメリカンの血を引いている。もともとウィル・アイアムとアップルでアップと旧メンバーのダンテ・サンティアゴで構成されていたグループからダンテが抜け、その後釜として加入したのがタブーであり、同時に今のグループ名になった。 12歳の頃、友人の父親に、ブルースリーが1960年代に提唱した武術として有名なジークンドを習うことを勧められた。ただし、これはタブーがダンスに活用するためとしてである。ファーギーが覚醒剤に依存していた過去を明かしているのと同様、タブーもドラッグ中毒の時期があった。彼は、ウィルに買い物へ行こうと誘われ。 ついていったところで、厚生施設に入れられた。つまり騙されたわけだが、彼には、当時18歳の息子がいて、そのためにも立ち直ることを決心をし、他のメンバーたちにも助けられて克服した。ありがとうございます。